ずんちゃかずんちゃ、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 はい、こんばんは。こんばんは。4月15日金曜日、JFO チャンネル始まりました。素敵なオープニングで、はい、ではでは早速自己紹介させていただきます。サリョンこと佐々木涼子です。今日もメラメラ覚えてます。よろしくお願いします。え、そしてじゃじゃん、おー、大丈夫ですか皆さん。大丈夫です、大丈夫。結構いいですけど、おニューな素敵な登場で大丈夫かな。大丈夫、びっくりした。不安の幕開けな感じがしますけど大丈夫ですか。はい、おニューなね、おニューな方でまだ揺れてるけど大丈夫ですか皆さん。はい、つるかなえさんです。よろしくお願いします。お願いします。新人のつるかなめです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。めっちゃ最初からちょっともうびっくり、予定外こんなの。大丈夫ですか。大丈夫ですか、皆さん。結構入れたんじゃないですか ね、みんなのところも。じゃあ早速、そう、ニックネームをつけるために、はい、つけるために私がね、ちょっとね、ささっといろいろ聞いていきたいと思うので、はい、そして九州でラーメンが好きで、うんうんうん、じゃあ好きな色、好きな色は黄色です。黄色、うん、あのカーテンとかも結構黄色が多くて、うん、お、あ、このリボンも今日黄色ですね。そうですね、あのなんか金運アップ的な。おえ、そんなのあるんだ。うん、金運アップ、確か黄色が。え、ちょっと黄色つけよう。うん、黄色いいですよ。今絶対。え、つけます、うん、つけます。あ、そう、なんか花芽さんって、うん、噂によると、巷の噂によると、うん、看護婦さんだったって聞いたんですけど。そうなんですよ。あの一応看護師の資格を持ってまして。すごい。まあ働いたのは2年ぐらいなんですけど。うんうん、まあ一応、まあ、ちょっとまあ普通の大きい病院で働いたので、あの私採血とか注射とかが結構得意というか、まあ好きで、だからあの若い男の人の腕とか見ると、うん、うわこの人いい血管してんなとか思うんです刺したいなとか思うんです。刺したくない、刺したくない、刺さないでくださいなって。針苦手なんで。本当ですか。やだやだ。じゃあそんなね、いろいろ踏まえた上でニックネームを、はい、お願いします。お願いします。かなっきー、マッキーにしようかな。かなっきーは呼ばれたことないから、ちょっと、じゃあ行っちゃいますか。かなっきーで、かなっきーで、じゃあお願いします。おお、決まりました。やったー、超嬉しい、すごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。では、では改めて自己紹介をお願いします。はい、かなっきーこと鶴かなめです。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。お願いします。かわいい、かなっきー、やったー。じゃあ私がかなっきーさんが好きな、うん、未来の好きな人、うん、告白してください。嘘、どうしよう、ドキドキする。じゃあどうして、私、よしおさんね。よしおさんかなっきー、こんな時間に呼び出してどうした。よしおさん、おう、うちめっちゃよしおさんのこと水筒と、うわやばい、こんな、どうしよう。え、やばい、それ言われたい。じゃあ長崎だったら。長崎、うん、いいですよ。じゃあ未来の好きな人、うん、じゃあ、かなおさんで。ありきたり、さっきからよしおさんか。かなおさん、お待たせてごめんね。うん、いいけど、どうしたの。実はずっと水筒とバイ。あ、いい、それいい、恥ずかしい、恥ずかしい。でもいいですね、ちょっと言われた方はドキッとする。わー、言われたい。ホワイトサリョン素敵だね、うん、あ、嬉しい。
白ばっかりなんです部屋。あ、そうなんですか。そうなんですよ。どうしよう。今日の洋服も。そうなんですよ。かわいい。嬉しい。褒められた。もう入ってきた時にもう私めっちゃこの子タイプみたいな。ちょっと女の子でちょっと気持ち悪いかなとか思ったけど。かなわさんどうしよう。本当にそっかになっちゃう。かなわさん。私結婚式はディズニーランドでやりたいです。それ本当に本当に、なんか良くないですか。いいです ね、 ね、女の子だけかな。プロポーズはシンデレラ城の前でみたいな。そうね、ちゃんとプランがあって、そう、ちょっと教えてほしい。ちょっと興奮しちゃうけどいいですか。ディズニーランドに最後パレードがあるじゃないですか、うんうんうん、エレクトリックパレード、うんうんうん、でその時に一番最後に出るんですね。なんか東京ディズニーランドみたいな、うんうんうん、そこになんか涼子結婚しようみたいな。わーすごい。でロマンチック。何これってなってる時にサプライズ、もちろんサプライズ、ね、そうですね、うん、花火が上がるじゃないですか。でその時になんか結婚しようみたいな、また花火ですごいお金かかりそうだわ。私がはいって言った途端にミッキーさんとかいろんなキャラクターが、うんわーって集まってきて胴上げみたいな。胴上げいいなー、すごい一生の思い出になりそう。それが夢ですね。ディズニーランドが好き。大好きで大好きです。結構行きますか。あんまり行かないですけどね。行かないんだ。妄想で妄想で。結婚式までちょっと妄想してて、うんうんうん、最初出てくるじゃないですか、うんうん、新郎新婦が、うんうん、その時に私最初出てこなくて、うん、みんながあれどこにいるのってなった時に、うんうん、その上からなんだろう、こう飛ぶ感じで、うん、こうつるつるされてて、ワイヤーそうそう、ワイヤーでつるされて、うん、うわーみたいな。でなんかね、お客様とかいろんな人の周りを、うん、うわーって飛びながらアメちゃんを投げるみたいな。アメちゃんそれやりたいです。じゃあカナッキーのラーメン紹介いいですか。タイトルタイトルちょっと考えます、ごめんなさい。中途半端で。ラーメン紹介、実はこれ味噌ラーメンなんですけど、お店はめんどころくるりというところのくるり味噌ラーメンなんですけど、うんうん、そうちゃんぽんっぽい色とかは本当に、うんうん、で、お店本店は市ヶ谷にあるんですけど、うんうん、支店というかが、高円寺と高田馬場にあって、うん、結構あるんですね、うんうん、で、私は高田馬場によく行くんですけど、味噌がもう本当にまずスープがドロドロで、うわ大好き、すごいドロドロ、すごい濃厚なんですよ。で、上にもやしネギとかが乗ってて、うん、これチャーシューで、うん、ですごいボリュームがあるんで、はい、で麺はその中太麺かな、うん、なのですごいボリュームがあるので、うん、女の子はちょっと普通盛りを頼んじゃうと、うんうん、結構お腹いっぱいになっちゃうんで、麺を少なめにすると実は卵がついてくるんです。卵かメンマとかが選べるのかな、確か選べるんだ、うん、おすすめの時間としては平日の6時前ぐらい、6時夕方ですか、うん、夕方ぐらいだと全然空いてるので、行く、楽しいです。行きますよ、超美味しそう。はい、来週もぜひともぜひともね、皆さん9時に遊びに来てください、うん。ではでは最後のお別れやっちゃいますか。やっちゃいますか。やっちゃいますか。では今日はありがとうございました。皆さん素敵な夢を、ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、ずんちゃかずんちゃ